キガキドキ。アクションシューティングの最高傑作、メタルスラック最新作が任天堂 DS に初上陸、メタルスラック7。宿敵モーデン軍を殲滅すべく激戦の兵士たちを操り、過酷な戦場を突き進め、極限まで緻密に描き込まれたグラフィックがこの戦いをさらに熱くする。メインミッションではスクラップだらけの島、炭鉱、遺跡、雪山など全7ステージが君を待ち受ける。メタルスラック7では DS の2画面を活用し、マップを常時表示、アイテムや捕虜の位置を把握することが可能に。新たな敵と手強いギミックが行く手を阻む。ファンからの要望が多いコンバットスクールも搭載。今回は新教官シンシアが登場。階級が上がるごとに変化する彼女の態度にも注目だ。ミッション数は実に全80種類。ここでしか見れないステージも収録。さらにランキングやプリズナーリストなど様々なモードを搭載。そしてプレイヤーの力となる頼れる兵器、おなじみのスラッグに加え、最強の火力を誇るスラグトロッコや、シリーズ1の大型スラッグ、スラグギガントが初登場。謎に包まれたモーデン軍の全貌を暴き、大いなる野望を打ち砕け、全てのミッションをクリアし、感動のエンディングを目指せ。任天堂 DS 専用ソフト、メタルスラック7、2008年7月17日発売。